時短節約家のくーちゃんです。時短節約術をインスタグラムなどの SNS を通じて、発信しています。今日は、ルームツアーということで、我が家をちょっと紹介したいと思います。まずはリビングです。なるべく物を置かないようにしていて、ロボット掃除機にはすごく掃除しやすいように家具は最低限にしてます。で、まあ、色なんかもなるべくこう茶系で統一していて、見た目がシンプルなような、部屋作りを心がけています。あと昔はソファーがあったりしたんですけど、ソファーって捨てるのにもすごくお金がかかるし、どかしたり掃除しにくいっていうところもあるので、我が家はソファーとかラグをなくしました。ただ何もない状態だとやっぱり家族がくつろげないっていう意見も出たので、最低限の座椅子とテーブルだけは置くようにしています。ダイニングです。まあ、ここは私の仕事場だったり家族がご飯を食べたりする場所になっているんですけど、私はほぼ1日ここで過ごすことが多いです。このダイニングテーブルなんですけど、まあ、引っ越してきた時はもうちょっとコンパクトなサイズだったんですけど、子供たちが大きくなったっていうのと少し傷んできたっていうタイミングで新しいものに買い替えました。インスタで写真を投稿したりとかブログに上げたりするときに、やっぱりこの茶色いテーブルだとこう写真の映えも良かったりするので、茶色っていうのはすごくこだわりました。照明も最近買い替えたんですけど、おしゃれなんだけれどもすごくこう掃除のしやすいこの傘が一つのものに、しました。すごく気に入っています。次はキッチンです。キッチンは1日でいる時間がすごく長い場所なので、なるべくこう居心地のいいキッチンを作ろうと思っていろいろこだわって揃えてきました。扉の色とかが黒なので、なるべくこう黒ベースの家電とかを揃えたりとかして統一感が出るようなこだわりを持っています。朝やっているインスタライブもここでやっていて、ここにこうやってこうスマホをつけてここでこうインスタライブをやっているんですけど、今までやったインスタライブの告知メモとしてフォロワーさんにお知らせしている部分の付箋をちょっとこう貼って取ってあったりします。食器棚なんですけど、数年前に私のお誕生日に夫に買ってもらった食器棚なんですけど、これもすごく気に入っていて、置いてあるお皿は、まあ、基本的に私は一軍と呼んでいるようなお皿が多くて、盛り付けをしたりすると美味しそうに見えたりするようなお皿を選んで置いてあります。で、冷蔵庫なんですけど、冷蔵庫も献立表を貼ったりとか、日用品のリストを貼ったりとかして、あ、今日ご飯なんだっけなっていうのはここを見れば分かるようにしているのと、日用品も足りなくなったりしたもの、来月買わなきゃいけないななんていうものはすぐここに来てチェックをすれば忘れ物もないし、それがまた買い物リストにもなるので、冷蔵庫に貼っています。あと中身なんですけど、使い忘れとか賞味期限を切らすようなことがないように、私が見える一番見える位置には作り置きしたものだったりとか、まあ、すぐ使い切りたいものを置くようにしています。あとはこうストックがあるものに関してはストックありっていうマスキングテープで印をつけているので、まあ、これが貼ってあるものに関しては、まあ、なくなっても次が買ってあるから大丈夫だよっていう印になっているので、これを見ると家族も次があるんだなっていうふうに分かるっていうところと、私も買いすぎ防止になります。こちら寝室になります。ここでは、私たち夫婦と次男と3人で寝ています。でリビングと一緒で、なるべくこう寝室も物を置かない最小限にして掃除をしやすい感じに整えています。あと私のクローゼットなんですけど、ここに収まる分だけ、あとは気に入っているお洋服だけを持つようにしています。まあ、そうしたら自分が本当に着たい服を選べるようになったし、洋服を買うときにすごく慎重になりました。で、何かを買うときは何かを捨てるときっていうふうに考えると、今ある服よりもいいもの、欲しいものしか買えなくなってくるので、自然とこうここにある服は気に入って長く着たいものに限られてきました。
もともとはすごく物が溢れていて、お掃除をするのも料理をするのもすごく大変だったんですけど、今この物が少ないお家で、暮らしている方が昔よりもすごく心が豊かになったような気がします。節約とか、まあ、いろいろなことをこだわるとすごくお金がかかる部分もあるので、まあ、なるべくこだわらないことをこだわりにするような暮らしを取り入れることで気持ちが楽になりました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。以上、時短節約家くーちゃんでした。